それでは石破茂地方創生担当大臣から地方への新しい人の流れを作る、これをテーマにお話しいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。いよいよ天気の日曜日にこちらをお選びいただきまして誠にありがとうございます。地方創生担当国務大臣の石破でございます。長らく砂場はあるが砂場はないと言われてきた選挙区は、全部汗でも人口が58万人おりません鳥取県が私の選挙区であります。今日は別に鳥取県で暮らしてくださいということをお願いに来たわけではありませんが、地方居住ということは何なんだろうねということをお話をさせていただき、皆様方にいろんなご理解をいただき、あるいはご意見があったらばいただきたいなというふうに思っております。まずこれを喋らないと許さんぞという紙を内閣からいただいておりますので、それを喋りますね。これから先日本の人口は減ります。間違いなく減ります。このままいくとどうなるかというお話は皆様方ご存知かもしれませんが、日本の人口のピークというのは2008年1億2808万人おりました。これ今減りまして1億2660万人、このままいくと2060年には8674万人ということで、どんどん減ることになっています。いや、お前そんなこと言ったって子供が生まれりゃいいんじゃないのって言われますが、今生まれたお子さんがまたお子さんを産んでくださるまでに20年はかかるんで、その間はどんどんと人口が減り続けるということは、これは決まっております。で、それも地域差がありますが、東京と地方というふうに分けました場合に、東京へはどんどんと人口が流れ込んできますよね。地方は過疎化が進行しますよね。毎年毎年だいたい10万人の人が東京へ流入超過ということになっている。ほとんどは35歳未満の若い方であるということであります。じゃあこれはなんでこんなことになってんだろうか。じゃあ東京にいる人たちは本当に東京が心底大好きで、金輪際地方なんか行きたくないよっていうふうに思ってるかというと、決してそうではないのだ。東京に住んでいる人の中で地方に移住する予定ですよとか、移住を検討をしたいですよって人はなんと4割もいるのだ。これ年代別にかなり差がありまして、50代の男性っていうのはちょうど私ぐらいの年です。今日大勢いらっしゃるかもしれません。50代の男性は5割が地方に行きたいと思う。50代女性の5割もそう思ってくれて嬉しいんだが、これは3割しかいない。行きたくなんて勝手に行きなさいみたいな、そういう悲しいお父さんも2割ぐらいいるわけであります。で、スライドには出てませんが、実は10代、20代のお若い方々も 47% ぐらい地方に行きたいと思っているんですよね、ということです。これは我々政府が無理やり地方に行ってくださいなんてことはできません。ただ私たちは地方に行きたいなと思ってらっしゃる方々、そういう方々にはいろんな思いがあると思います。地方に行きたいんだけどね、でもどこに住んだらいいんだろうね、仕事あるの、子どもの教育どうすんの、地方に行ってスタバはできたらしいけど他にコーヒーショップなんかあるの、いろんな思いがあると思うんですね。で、私たちとして政府にできることは何でもやっていきたいなと思っています。地方への移住を応援する、全国には1718の市町村があります。合併してずいぶん減りましたが、それでも1718の市町村があります。北海道から九州、沖縄、どこに行ったら何があるんだろうっていうのを全部の市町村のホームページ引いてたら、それだけでもう何ヶ月もかかっちゃうんで、全国移住ナビというのを稼働させて